皆様こんにちは。とことこサンキューの時間です。今日はですね、本当に青空、そしてまたね、浅間山もくっきり見えています。久しぶりにあったかいかなというか、春の兆しがこう聞こえてくる、見えてくる、そんな日であります。今日はですね、後ろの方ご覧いただきますように相生町公会場、そしてこの相生町のところをずっとこう散歩しながら歩いて、もちろん散歩して歩くんですけれども、そしてね、また新たな発見があればなと思っています。情報によりますと、何かこちらに新しい公園ができたということですのでね、ですからちょっとそんな公園の方も行ってみようかなと思っています。それでは皆様とご一緒に、今日はですね、ちょっとあったかいから春らしくなんちった感じでスカートで参りました。それではご一緒に散歩に出かけたいと思います。どうぞついてきてください。さあ、信号が青になりました。まあ、子どもたちのために手を挙げてっていうところで、ですね、ここの大きな高速道路からずっとこちらの通り、あるんですけれども、出たところからここに愛というね、大きな、しかもこの愛という字が紫色でね、書かれております石碑でありますけれども、どなたがこう作ってくださったのか。ここへ来るとまたね、愛の心で、さあみんなと一緒にまた歩いて行ってみたいと思います。はい、今ですね、ここのこの後ろの通りというか、この通りまっすぐに道路を挟んで、こちら病院通りっていうふうに今言われております。たくさんのね、病院がここにあります。何軒あるかなってちょっと数えたことないんですけれど、後ほどちょっと見といてみたいと思います。さあ、こちら小見線が走るところですね。陸橋を渡って、そして、ああやっぱり春ですね。夏に向かって柳の木がね、一本こうして芽吹いております。さあ、それではちょっと早足になりますけど行ってみましょう。ほら、お子さんたち一緒にね、親子さんで、こんにちは、ありがとう、こんにちは、わあ嬉しいです、ありがとうございます、嬉しいです。手を振ってもらって、こんにちは。それではちょっとこちらの方にね行って、ああ本当に芽吹いて美しいですね。さあ、この木のね、説明があります。在任区長さんの茂木さんという時代でしょうか、この柳の木は平成22年の3月30日都市計画道路の開通に伴い、一本柳の地名にちなんで区民からの区のシンボルとして記念にという、あーやっぱりこれ一本柳の一本の柳、そしてこの木を植えたらどうかという意見があって、市へ相談し、この私有地、市の土地ですね、その土地である一本柳区の東の玄関口にあたるこの場所へ、植樹したものということで、ああ今日も一本柳の木に出会いました。それでは皆さんと一緒にね、ちょっと今度は一本柳の、区の皆さんにね、どこかお会いできるといいんですけど、行ってみましょう。本当にいいお天気に恵まれて、今ずっと東の玄関ということで一本柳、この地区の方にずっと歩いてきました。さあ、ここには、わあ見てください、いや立派な枝ぶりというか、青々として、いや綺麗ですね、素敵ですわ。あ、よくねこの土地のところ行くと、この枝でもここ綺麗に何にもなくなってたんですよ。ちょうど車で通った時に気になってたら、今度新しくね、またね、大展示即売会ということで、丸井造園さん、あ、丸井造園さんといえば、先ほどの一本柳の柳の木、寄付なさってくださったって書いてありましたね。あ、ここのね、一本柳の思いがこう詰まっているというところでしょうか。それではですね、いつもこの道、昔はね、ここが通り道というか、本通りというか、よく車で走った道でした。ちょっとね、皆さんと一緒に、また散歩していきたいと思います。ご一緒にどうぞ。
さ右側通行しようっていう感じですね。もうフラフラしながら、先ほどのね、丸井造園さん、ここも丸井造園さんのね、敷地であります。今剪定してらっしゃる、ちょっとこんにちは。いやちょっとお尋ねちょうどよかったお尋ねしたいんですが、先ほど、一本柳のこの柳の木のそこにね、最後の丸井造園さんのご協力というか寄贈していただいた柳だっていうふうにありましたけれども、それがね、一本柳っていう昔から一本柳だぜ、一本柳だね、この柳はね、うちのあのあそこのところにね、記念碑が立ってるけどね、あそこのところでね、こんな大きいので枯れちゃってね、それで倒れちゃって、それでその根っこはね20年ぐらい前まであったのよ。そうなんですか。それをまあ、へくさって片付けちゃった、だからじゃあ一本柳だから柳を一本植えた方がいいじゃねえかってわけで、それであそこに植えたんですね。ちょうどあのこの大きな道が開ける時だったんでしょうか。そうすると東の玄関、ちょうどあそこがね、あのその公有地が泥敷のとこが空いたから、空いてるっていう、それで植えたってわけだ。その時に植えた、植林したその柳ってどのぐらい大きかったんでしょうね。結構8年であんなに大きくなるもんですか。あれね、2メーターぐらいのやつを植えたからね。じゃあ柳って結構成長早い方でしょう。柳ってやつは成長が早いだよね。ねえ、そうですか。ちょうど運よく出会いました。ちょっとあの柳の木が気になったんで。 あれ線路渡ったら一本柳ってことですか。そうです。あ、やっぱりそういうこと。あそこに昔はあの下に橋があったで、あ、今線路ですよ。それ取っちゃって新しい橋ができた。あ、できました。はい、あ、古い橋ね。この道は通行止めだから、そうなんですね。いやー、よかった。昔はここが本線でしたもんね。本線というかね、自宅はそっち。あ、そっち。あ、大きなご自宅で。はい、じゃあ行ってきますね。ありがとうございました。社長さん、どうもお世話になります。はい、こちらこそありがとうございます。こんにちは。こんにちは。今日は今あれですか、風船持ってなかった、はい、はい、どちらに行ってらっしゃいました。一本柳の公園の開園式。あ、やっぱりもう終わっちゃいました。開園式、開園式は終わったんですけど、はい、今なんかみんなでサッカーをやって遊ぶっていうのをやってたので。あ、そうですか。あ、はい、じゃあちょっとそちらにも行ってみますけれど、何年生ですか。4年生ですか。いや、ありがとうございます。風船いただいて行きたのね。公園の近くっていうか一本柳だからお住まいは、はい、ちょっと行って、なので10分ぐらいうちはかかっちゃうんです、ね、10分ぐらいかかって行くところにあるんだ、はい、どうだった公園今日行ってみて、どうでした。楽しかった本当。じゃあ今から私も行ってみますね。お母さんどんな感じでした公園。なんか、あの車が入れないようになってたので、あ、勝手に行っといてって言って安全だなとは思った。あ、なるほどね。車は全く入れないようにできてるかなっていう方、はい、そうですか。では行ってみて情報をまたね見てきます。ありがとうございます、はい、じゃあまたお元気でね。はい、はい、ありがとうございました。ごめんください。さあ今日はね、今こちら左曲がったところ、あ、こんにちは。どっか行ってきました。公園、あー、本当、今私も行ってみますね。いっぱいなんかいただいた、何いただいた、風船もらった、よかったね。じゃあね、元気でね、さようなら、ありがとうございます。あ、ここのところに新しい住宅が、いや、こちらね、奥の方にずっと入ってきましたら右左本当に新しい住宅がたくさんであります。ここは市営住宅になるんでしょうかね。あ、1棟2棟3棟4棟ありますね。何かね、ずっと昔からというか古くからある、住民の皆様と、また新しくこう越してこられる住宅の皆様とご一緒ということで、たくさんの皆さんが集まって、こんにちは。はい、素敵な公園ができてます。こちら一本柳公園で、ちょっと中にねたくさんいらっしゃるんで入ってってみましょう。新しい鉄棒、これ、しっかりとしてます。握ってもこう滑らないっていう感じですね。
こんにちは。いや今笑ってしまいました。今ね、鉄棒だなんて大きい声で言いましたら、あれ鉄棒でなく運動のしていくね遊具だったということで、ちょっとこちらにいらっしゃいましたのでお聞きしてみたいな。こんにちは、はい、今日おめでとうございます。 ありがとうございます。いや緊急用 の避難場所になってまして、はい、ベンチがトイレになったり、ベンチがトイレ、はい、はい、これですね、これそれ、はい、で、あと向こうのベンチもかまどになるんですよ。うわあ、はい、あの状態を、はい、これネジ外していただきまして、あ、はい、ネジ外していただきまして、よいしょ、で、これをわあ、不思議だ、ひっくり返しまして、はい、こういう感じですね。なるほど。あとはここにテントが置かれるんですけど、このまま座ってもちょっとしょ、まあ、あれだもんね、防災の時ね、はい、一人用のテント、はい、そうですか。いやこれはいくつあるんですかね、緊急用に1、2、3つです ね、はい、それでもね本当に困る時があるんでしょうね、そういう時にすぐに役に立つ、ね、素晴らしい。いやもう本当こんな素晴らしいあれができると思わなかった、はい、ありがとうございます。どうですか皆さん、どんな声が上がってますでしょうかね。みんな喜んでますね、喜んでる、今までこういったものがなかったんでね、広いですね奥の方も、以前は公園という単なる運動場ぐらいの広場だったんですよ、はい、今度は改めて正式にこういうね、こういった器具のついた公園っていうの、まだ空き地もあるし畑もたくさんありますしね、はい、もう整備されてる土地もありますね、いやここ何年ぐらいすごく経ってきましたよね。ここは昭和41、2年ぐらいにこの団地ができ始めまして、はい、それからずっとどんどん西へ伸びてきてます。一番初めはもうちょっと小見線の線路には、あ、そう、あそこが東の一本柳、東一本柳だ、はい、もうそこもちょうど見てきました。あ、そうですか、はい、いやありがとうございます。あ、この近くにお住まいですね。今度、はい、その近くに家建てるので、すごい、はい、そうなの、はい、そうですか、ここにじゃあお住まいになるんで、はい、どうでした、そのここには公園があることはご存知だったのかしら。なんか作ってるのは見てたんですけど、いつできるのかななんていう話をしてたら今日だったっていう。じゃあ今日はこの大きな荷物の中にちょっとおにぎりかなんかでも入ってる。いろいろあるんですけど。入ってる。そうです。いやそれどうですか、この公園ご覧になって。そうですね、広くて、そうですね、くて、でなんか話聞いてると、うん、いろんなこう災害時の対策もできているので、とてもすごいなんか安心だなっていう。わあ、はい、まずは安心が第一なんですね。はい、いやよかったですね、はい。これからお子さんは何人ぐらいの予定、希望としては今一人に、いて、はい、今お腹にもう一人いて、6月に生まれる予定なんですけども、なので子供増えるの で、ね、で公園とかにはやっぱ連れてってあげたいので、わ、はあ、自然もね。そうですか、そうですね、大きな道から離れてるので、うん、それでやっぱり安心なので、ちょっと大きな道の近くだとちょっとこう飛び出したりとかしても怖いので、はい、そういうところのこういう中に入ったところにこう大きな公園があるのはすごいありがたいですね。さあ今日のとことこサンキューいかがだったでしょうか。私もこのちょうど相生町からスタートしたんですけれども、一本柳、そしてこちらのね、今この公園、新しくできた公園に伺いまして、その来る道中にもたくさんの方と今日はお会いすることができました。なんかやっぱりね、人と会っていろいろなことをお話しするとまた知らなかったことが一つ増えてくる、二つ増えてくるっていう感じであります。この佐久市の土地は、地域は、ここ本当に人口も増えてるということでしたが、先ほどちょうど式典が終わったあとだったので、市の役員の皆さん、またね、今の区長さんもいらっしゃいました。そしてお話をお聞きしましたら、やはりこの一本柳が今は本当に
に人口が増えているところであるという、この土地は自慢の土地だっていうふうにおっしゃってました。で先ほどねちょうど相内通りの時に冒頭に、こちらの一本柳のこの通りは、クリニック通りだっていうお話もさせていただきましたが、お聞きしましたら今のところ7件ほとんどの、病院が、病気がそうですね、いろいろな病気があってもこの通りにはという感じで7件できているということでありました。さてまた来月とごとごサンキューは今度はですね5月、いやーまた若葉の季節になりますね。お会いいたします。それでは今日はこの辺でお別れしたいと思います。それでは皆様ごきげんよう、さようなら。皆さんこんにちは。佐久地方もだいぶ暖かくなってまいりました。梅の花が咲いたり、またツバメが飛来したり、本当に春らしくなってきました。昨年から中山道を訪ねております。中山道という街道は江戸時代の頭、1601年に開通をしております。そしてこの場所、岩村谷も中山道が通っておりました。ちょうど私が立っている場所はもう岩村田の西の方、もう平塚とか中里エリアに近いところまで、だんだん進んできました。ここから先にまたどういった中山道の痕跡、いろんなものが残っているのか訪ねていきたいと思います。それではこちらへどうぞ。中山道の今相生町とか砂田というエリアのところに来ております。今はですね大きい道路が通りまして、本当に佐久市の中心のような様子を呈してきております。実はここの一帯はですね、昭和50年60年ぐらいまでは一面の田んぼがあって水田のあった地域でしたね。とてもこんな町が出現するなんて思ってもいませんでした。実はここは一面に水があって水田が広がってた地域で、水鳥が非常に豊富な地域でしたね。私実は中学の頃日本のいろんな地域の鳥の声を収録したカセットを聞かせていただくことがありまして、いろんな高山ですとか海辺ですとかいろんな鳥の声を聞いて楽しんでいたんですが、その中でこの水鳥の声、日本在来にいる野鳥ですね、水鳥の声に非常に感銘したことがありまして、特に水辺の夜ですね、非常に鳥たちの声がまるでアマゾンとかアフリカにいるんじゃないかってくらいの珍しい鳥が鳴いてるんですよね。でここにヒクイナという鳥の、これ絵ですけど用意しましたけど、これはですねポン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 というようなそういう声で鳴くんですね。でこれはタマシギという鳥なんですけど、これも水辺の鳥なんですけど、こう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 というような声で非常に珍しい面白い声で、こんな鳥が日本にいるのかななんて思っていつか聞きたいななんてずっとその頃考えてたんですね。で、その中学当時ですね、高瀬に友達がいて、今から遊び来いやということで夜中に実は自転車で高瀬に向かって岩村だから走ってったんですね。ちょうどここに来たんです。だから一面の田んぼのところからこの水鳥の声が聞こえてきました。本当にこのヒクイナとかタマシギとかね、こういった鳥たちの声がここで聞くことができました。そのくらい自然が豊富だったんですね。今はとてもとても田んぼも見えませんし、こんな水鳥もいなくなってしまいました。本当に、タカが20年30年でここまで街が変わってしまうのかな、そんなことを思いながら佇んでおります。それではこちらへどうぞ。
中山道を岩村田の町の中から西の方に向かって歩いております。この辺りからこの砂田という地籍になります。砂田という人もいますし、砂田という方もいます。ここは岩村田の本当に西の外れで、民家が並んでいて、ここから先はもう田んぼになってしまって、岩村田の地域もあの中里、いわゆる平塚の方に向かって、続いていくわけなんですけど、昔この辺りはですね、田んぼがたくさんありまして、割と砂が多くて、土がですね、砂が混ざってる田んぼが多かったということで砂田という地籍名になったということを聞いております。今見渡す限り、田んぼはこの辺りでは見渡すことができないんですが、ここから先中山道がこの、ね、砂田にを通っておりますので、歩いていきたいと思います。中山道 の、 あの砂田エリアなんですけど、だいぶもう昔の面影がなくなってきているんですけど、ここは変わらないですね。昭和の頃と、このセギ、いわゆる用水が残ってます。この用水の太さですとか形状ですとか、流れていくこの様子は当時と変わってないですね。今お田植えよりもはるか前の時期ですので水が流れていないんですが、これはおそらく蟹沢用水の松、下流部だと思います。蟹沢用水はですね、小谷の牛首というところで、岩村田用水と蟹沢用水に分かれます。その上流地域を笹沢用水と言います。軽井沢に笹沢水源というところがありまして、小谷まで分かれて、流れてきて、そこで、ここの、蟹沢水系とあと岩村田用水と分かれていくわけですね。ここにちょうど用水のこの流れる側溝がしっかり残っています。で、今はここにいろんなアパートですかマンションですかいろんなできてますが、昭和60年頃までですかね、ここの辺りに何ですか、測量をする時の基準点になる、塚というか、まあ、標識のようなものがありましたけど、今はおそらくこういう建物ができたりして削られてしまっておりますが、ちょうど向こう側に浅間中がありまして、そこの基準点があって、私中学校時代に先生に連れられて、ここが測量するのにとても大事な基準点になるんだぞということを習ったことを今思い出しました。はい、今中山道の砂田地区のちょっと北側ですね、すぐそこにも道路が見えますが、藩礁があって、石碑がございます。ここには水神狼というふうに書かれています。水の神様ですね。というのはここに用水に関係する碑があって、水神様、水の神様がお祭りされています。ここの用水がここの地域の田んぼを潤したり、また、人の生活に役立ったりして、とても大切であって、またそれが神様として水が、拝められていたという、証拠になろうかというふうに思います。ここの碑文にもありますように、先ほど私が皆様にお伝えした通り、この水が蟹沢の水系の水であるということが書かれています。蟹沢水系の上流部位は、先ほど言いましたように笹沢用水になるんですけど、そこの笹沢用水の水だけではここの佐久平地域を潤すのに水が足りないので、千ヶ滝という水系の水も、もらい水頂戴をしてるんですね。そのことも、ここに書かれております。まあ、ここのとこ読んでいきますと、まあその千ヶ滝のことが強く打ち出されておりますが、時代的には笹沢用水の方が先にできていて、それから20年くらいですかね、経ってからその千ヶ滝用水というものが開発されて、笹沢用水がその千ヶ滝の水を、いただいて、で、流れていって、先ほど言ったように小谷の牛首というところで岩村田用水と蟹沢用水と分かれていくわけですね。でここにもありますように、ここは蟹沢の水がずっと流れていくということが書かれております。はい、
中仙道砂田地区です。中仙道をずっとあの小谷の栄から去年からずっと歩いてきているんですが、久々に中仙道からこの田んぼとか畑が接しているところ、こういう地域を見たような気がします。でその向こうには浅間山が見えますし、その手前にはイオンの建物が見えて、佐久平の新しくできた町を眺めることができます。ここの場所に立っていると、本当に中仙道の時代を感じたり、また、ここも佐久平の真ん中にあって、ここに歴史の道が通ってるんだななんてことを、ひしひしと思うわけです。これから先またちょっと砂田エリアを訪ねてみたいと思います。はい、今中仙道の砂田という地域ですね、はいはい、来ておりますが、この辺り中仙道が通ってるということですけど、はい、何かご存知のこととかございますか。このことで、中仙道通って今廃道になっちゃったけど、そうだね、昔は貴重な道路だったもんね、これしかないし、ここの、はいはい、なんで下仁田線かあっちは上がったりする、はいはい、でもあっちができてからこの鳥って割合朝晩が通る上で日中は静かな佇まいであれしてるけど、はい、今いわゆる朝品線ということで朝間中の前の道がそうそうそうメインのようになってますけど、あれが通る前の時代というのはご主人さんご存知なんですか。結構通ったよね、バスもここ全部通ったしね、ここ通ってたんですね、うん、バスなんか本当に絶えず、あの頃はバスが多かったから、バス旅する人が多かったからな。だその当時は、例えば岩村だから、うん、朝品とか塩灘方面に行くことになるとそうだね、高校生だってほとんどバスの人はみんな、おじいあたりから帰ってる人たち多かったから、はい、当時は道路は舗装されてましたか。記憶になってたよな何年前ぐらいからそんなさ30年とか20年代とか20年代にはものにならないけどな30年代はどうなんだろう。30年代にはなからなったのかな。あ、そうです、うん。まあうちもこんなに当時はなかったのですしね、うん、周りは一番増えたね、高田が多くて、うん、佐久平駅ができてるからな。そうですよね、うん、客の入りつかなんつか、ここがあのさっきの中心になっちゃったしね。そうですよね、賑やかになりましたね。賑やかになった。だからこのグラフだって、このオラと誕生した頃なんか7軒か8軒しかなかった。今100何軒にもなってる。あ、そんなになったですか。あの砂田ブラフツアー大きくなりましたね。大きくなった。それも2つに分かれた、両方加えれば200個違えたよ。あ、はい、ただあゆうちゃんの中の2個だ。今砂田区という行政区はまだないんですね。砂田区ってあゆう町の砂田になってる、ね、一部ということ、ね、今はもう万事扱いになっちゃってるから、砂田って言葉は本当その昔の知ってる人たちが確かにやっぱりその土地の状況に応じた名前がついて、この周りほとんど砂田だよね、はい、砂田もだから、昔の一つやつは偉いなと思って、砂田地区ってことね、名前考えてくれたけど、今中仙道を歩く方も最近増えてきたと思うんですけど、結構増えてる。 どうでしょうか、うん、結構寄ってな、あの、花が咲くコロナが素晴らしいって言っちゃっとっ ってくれるけど、はい、あ、そうですか、もう年々どうです増えてますか、その中仙道を歩くような県外の、減りもしねえし、差し詰め増えたって感じもねえけど、結構通るよね、団体さんで通る場合が、はい、うん、どうしても個人の一人や二人で撮ってるのなんか、はい、なかなか目につかないけど、はい、団体さんが多くなってるの、はい、この旅が、結構珍しいとこ見て歩けるからとか、そうですね、この地域じゃ、そんなものほとんど感じねえけど、せいぜいああいうのがつくと、ね、お迎えが残ってる。この砂田に倉掛石という石が昔あったということですけど、何か聞いたことありますか。倉掛石、今どこに置いてあるんですか、あの神社に置いてあるんですか、今倉掛石、そういう話は聞いたことある、なんか言われとかも聞いたことありますので、倉掛石が、そのなんか昔井上さんというお宅の畑だか田んぼの中にあったということは聞いたですけど、
この孫のおじいさんの家だけど、ね、赤毛市ってな、そうやって言ったよな、あの辺にあって、どっから流れ着いた石だか知らないけど、結構掘ればね、吾妻の、あの泥流みたいな感じのものが出てくるからね、はいはいはい、今そういった塚がなくなっちゃったけど、そうですよね、こんなに中に、この裏なんか無数にあったから、そういうところにみんなその細かい石なんか捨てて、あの補償整備になる前はね、まあ、昔とかだいぶ重かみもかかっちゃったし、そうですね、でもそれ昔の貴重な今日お話を聞かせていただきまして本当にありがとうございました。ね、突然お伺いして申し訳ございませんでした。何の取材かなと思って先取ったら、非常に助かりました。ありがとうございます。元気でやってください。ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。中山道に沿って西側に歩いてきてますが、ずっとこのカーブがあったり、またあのなだらかな勾配があったりして、おそらくこれ江戸時代の頃からあんまり変わってないんじゃないかななんて思いますが、でここにはですね、道祖神がお祭りされています。道祖神というのは何度もお伝えしておりますが、道路の神様だったり、また旅人を守ったりとか、また夫婦円満だったりとか、五穀豊穣、また子孫繁栄などに、ご利益がある神様だというふうに言われております。こういった街道にはこの道祖神というのは、付き物なんですけど、裏側を見ると天保9年という年号がありました。天保というのはもう、幕末に近い頃ですね、明治がもうすぐそこに迫ってるというくらいの時代に、ここに建立された道祖神さんだということがわかります。この石の下にあるこの礎石ですね、この部分ですね、これも非常にあの味があるものですね。本当に浅間山から流れてきた、焼け石、いわゆる溶岩の固まったものですねを使っております。またこの足元も見ていただくと、これもまたいい石がありますね。ここら辺、佐久地域ならでは、しかも、これ南佐久ですとか野沢とか中込の方行くと、こういう焼け石っていうのはほとんど見られなくなってしまうんですが、ここら辺は本当に浅間由来のこういった石が多い地域であって、またそういったものを道祖神さんの麓に使っているということは非常に何か意味があるようにも思えます。はい、中山道の脇にこの用水が流れております。これ農業の用の用水なんですが、田んぼやなんかに水を入れるときはですね、おそらくこの田んぼの高さまで水を持っていかなきゃいけないので、この先に水門が見えると思うんですけど、そこの口を閉めてこの水位を上げていくんですね。ですからここ今はどうかわからないですけど、私の子供の頃まではここは水位がずっとその田んぼのへりぐらいまで来てましたね。ですからここ飛び込むと首ぐらいまで深い用水になったわけです。昔の方はいろんな工夫をされて田んぼに水を引き込む、いろんなご苦労をされていたんだなというふうにつくづくと思うことができる一帯です。先ほどお伝えしたあの水門がここにありますね。これを閉めることによって水位をずっと上げていくというわけですね。でこの辺りに流れている水なんですけど、先ほどの石碑のところにもありました、水ですね、こちらに浅間山が見えますが、浅間山のふもと軽井沢町にあの笹沢水源ってあるんですけど、そこの水、さらにそこに、水を足し込んでるんですけど、その水は千ヶ滝ということで、いわゆる御影用水の元になるところですね。それもやはり、軽井沢に千ヶ滝という大きい滝があるんですけど、その下流の水を入れて、まあ、笹沢と千ヶ滝と水を合わせ込んでずっと持ってきて、小谷から、岩村田用水とこの流れ、蟹沢と分流して来てるというところですね。浅間山を見ながら水田があって用水があって、この水はあんな遠くからもう軽井沢の方から来てるんだなということがわかります。江戸時代のですね、ここの砂田一帯の絵図を見るとこういうような書き込みがありますね。ちょうど私が立ってるこの中山道の道が これですね。こちらが岩村田、こちらが中里方面、
向こうが浅間山北側ですね、砂田という集落があって道が東西に伸びている。で、当時のものを見るとまずですね、この辺の田の神様をお祭りした、お社があったということが書かれています。ですからこの道の向こう側ですね、田の神様というのがあった。で、鳥居があったようにも書かれています。そしてその隣、つまり西側ですね、高坂山という山があったという表記があります。今もこの高坂山という山があるんでしょうか、よくわからないですけど。で、さらに進むと、この辺りかもしれないですね、猫塚という塚が2つ道を挟んであった。この辺りにこういう塚があったんでしょうか。で、この塚の絵も描かれてますね、猫塚で、佐久地域や全国各地にですね、あの猫とつくあの地名があるんですが、いくつもね。で、猫というのは動物の猫、キャットと関係する地名や地籍っていうのはあんまりないそうです。この猫は何を示すかというと、木の根っこということで、大きい木があって、太い根が張っているようなところに、この大体この猫という地名がある。ですからここも昔はその大きい巨木があって、この根が広がってたような様子があったのかな、なんてことを想像してます。で、今猫塚というのはちょっと見当たらないんですが、私が子どもの時分はですね、この辺に塚が田んぼの中にあったということは記憶がありますね。そしてこの塚のこちら側、おそらくこの辺りでしょうかね、倉掛石という石がありました。この倉掛石というのは、江戸時代の四輪炭層という、書籍なんかにも出てきますけど、岩村田七石、岩村田で、大切な、また珍しい石が7つあった、そのうちの1つ倉掛石という石が、この辺りにあったんですね。で、この倉掛石という石はですね、農家の方の土地の中にあって、やはりこの農地を広げたりするのにまあもう不要だということで、この倉掛石を壊してしまうという話になったんですけど、まあそれはまあ歴史のあるものでもったいないということで、今移動して浅間中の職員室の前にこの倉掛石は移動になってます。興味がある方は浅間中に行って先生に一言挨拶していただくと、この倉掛石見せていただくことができます。車の3分の1か半分ぐらいの、ね、大きさの割と大きい石ですけど、この倉掛石、今はここにはもうないんですけど、今浅間中の方に移されております。中山道岩村田宿をお散歩しております。砂田の集落を過ぎて西側ですね、もうこの辺りは、田んぼが右にも左にも出てきました。そして浅間山も見えますし、向こう側には、八ヶ岳連峰、また蓼科山も拝むことができます。またその西側は北アルプス飛騨山脈を眺めることができます。江戸時代の旅人もおそらくこの景色を見てたんでしょうね。中山道があって、田んぼがあって、浅間や八ヶ岳、こういったものを見ながら当時の人たちもここを旅をされていたんだろうなんてことを想像しております。ここは本当にこの昔の中山道の感じを体験することができる場所です。ここから先もまだ中山道のいろいろな痕跡が残っておりますので、次回以降皆様にお伝えをしていきたいというふうに思います。それではまたご期待くださいませ。とことこ三九、奥の細道ではなく奥村のポン細道でしたということでですね、これから回ってみたいと思います。今日一緒にお供してくれる2人を紹介したいと思います。どうぞ。はい、仲良く一緒に行きたいと思います。高校生の、はい、はい、高校2年生の橋爪優奈です。はい、同じく高校2年生の咲です。はい、ということですね、はい、さっき奥の細道って言いましたけども、奥の細道っていうのは松尾芭蕉ですよね、はい、知ってますか。松尾芭蕉知ってますか。松尾芭蕉が奥の細道でこう行った時にですね、一緒にお供をしたお弟子さんがいるんですけど、
可愛い空っていう人なんですね。なんであなたは可愛いで空と、はい、ということで行きましょう。はい、さてと、バックにはコスモホールがありまして、今向かっているのはですね、中部横断自動車道の薄田インターに向かっております。はい、はい、これもセレモニーあったの知ってます、はい、走る走る、行った、行った、行ってないのかよなんだよ。ですね、実は4月の28日土曜日、はい、ね、土曜日の夜18時にオープン予定と、開通予定ということで、はい、とっても楽しみです、はい、今ね、ここがあの新しくインターまで向かう道ですね。はい、もうね、車走ってますけど、はいはい、インターに向かってる車ではないと思いますきましたね。はい、ここは、薄田インターになる予定の場所です、はい、すごいね、まだね、工事中だけどもね、うん、ここで降りて向こうで登るっていう、佐古の方に向かってですかね。いやいや、しかしまだなんか本当に工事現場って感じです ね、はい、ね、ちょうど来月の、28ということでオープンが楽しみですね、はい、まだ標識もね、何にも書いてないんで落書きして帰りますかユナ命絶対怒られますから、はい、やめましょう、はい、ということで、さて、新しい道路からはどんな音が聞こえてくるんでしょうかね、はい、ちょっとあの耳を、はい、この当ててみましょうか、はい、ね、はいはい、はい、何にも聞こえてきません、はいはい、ということで、これからですね、あのコスモタワーまで歩きたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ行きましょう。さてさて、着きました。ここはですね、はい、佐古市立の鎌倉堀記念館と言います。はい、来たことありますか？来たことないです。ありますか？初めて。初めて。ないの？ないよ。じゃあちょっとだけ入りましょうか、はい、ね、はい、はい、開きました。こんにちは。こんにちは。どうも。ということで、ここはどんな施設なんでしょうか？はい、あのこちらはあの地元出身の木内水学があの生涯をかけて打ち込んだ鎌倉堀をあの展示するようにあの建てて、あの寄贈いただいた施設なんです。中の鎌倉堀素敵なんで、どうぞご覧ください。はい、はい、では早速、はい、見てみましょう、はい、ね、すごいよね、本当に。うわー、ほら、ね、すごい、ね、はい、で細かいでしょ、ものすごく、ね、これ全部こう掘ってるんですよ、すごい、ね、ゆうなちゃんとかさきちゃんなんかはもう指切りまくりだろうね、ね、もう彫刻刀も出したらもうどんなもんかって。でここがですね、すごいメインなんですね。はい、タイトルはですね、竹の三花って言いますけども、そう、これ竹全部で何本あるか知ってます？数えるな。数えたらわかるんですよ。実はですね、39本あるんです。39って言ったら？何？どこどこ？サンキュー。サンキュー。そう。サンキューというよりも、サク。あ、サクよ。うん。ね。今度ゆっくりと、はい、ね、はい、あの、数えてみてください。はい。はい、素晴らしいと思います、これは。はい。はい。鎌倉堀記念館、いかがだったですか？すごかった。すごかった。すごかった。じゃあ、ゆっくり数を聞かせてください。はい。行きましょう。さあ、鎌倉堀記念館からちょっと歩きましたね、はいはい、
ということで、ここがですね、看板に書いてある通りです。長いな。社会福祉法人 JA 長野会特別養護老人ホーム養護老人ホーム佐久地域事業本部薄田コスモ園と、あ、こういうことで元勝間園がここにお引越ししてきたんですね。うん、とってもなんか、いい施設だそうです。はい、私もあの、先々お世話になってもうすぐかなみたいな何の話をしてるかよく分かりませんがということで、はい、佐久市の薄田支所、はい、ここもあの新しくなったんですね。あれ、支所なんて来ることあります？何するところですか。いろいろとあの、書類を取ったりとかですね、はい、いろんなご相談に来たりとかですね、そういうところで、市役所の、はい、まあ、お仕事の部分をここでも受け持っていますと。なるほど。そういう施設ですね、はいはい、もうちょっと大人になったら使うと思います。はい、はい、ここが佐久市薄田健康活動サポートセンター、うん、あの新しい施設なんだけどね、あの中でいろんな催しなんかとかイベントやってますんで、うん、なかなかあの面白いいい施設だと思います、はい、ね、ということでここの向かい側がちょうど佐久病院ということになるんですかね。佐久病院は来たことあります？医療センターあるけど、こっちはね、あ、はいはい、うん、あのちょうど今、改築なんですかね、新しく建て替えるということで工事中になってますけど、もうこの工事のこういう跡地を見ますとですね、夏草や強者どもが夢の跡、松尾芭蕉が読んだし、はい、はい、全然ちんぷんかんなんでしょう。頭の上に貼ってる、ね、そうそう、藤原三代の映画を歌ったね、はい、もう歌なんですけども、はい、もうぐっと染みますね、はい、はい、渡りましょう、はい、ところであの奥の細道って学校の授業で習ったでしょう、はい、あ、古典の授業とかで古文でやりました。古文で、うん、習ったやりました。あの中学の、検定の検定済みの教科書では、うん、奥の細道の奥の細までがひらがななんだよね。よく僕たちね、奥の細、うん、奥村の奥村はいい、奥の細道は漢字で書くんですけどもね、はい、そうですね、うん、だからあのみんなは多分ひらがなの方で覚えてるんじゃないですかね、うん、松尾芭蕉45歳の時に東京をスタートして、はい、それでぐるぐると東北を回って日本海側から最後は、岐阜県の大垣市まで、すごい、45歳46歳で1日に多い時には50キロ以上歩いた、なんで松尾芭蕉はひょっとしたら忍者じゃないかそうそうって言われてたんですよ、はい、うん、そのぐらいね、すごいタフマックな、はい、ところであのお弟子さんの名前は、はい、かわいです、私。かわいそら、そうだよね。かわいそらというお弟子さんを伴って旅を続けたんですね。はい、ということで、今日は青空ということで、はい、はい、何の意味もございませんが。はい、ということで、佐久総合病院に着きました。はい、さて、はい、じゃあ、ちょっとですね、はい、玉屋さんというお店に行きたいと思います。はい、はい、ケーキ屋さんかな、和菓子屋さんかな、いろいろとお菓子とかね、洋菓子なんか売ってるんですよ、はいはい、大好きでしょ。大好きです。大好きでしょ。もう本当にここであのちょっとお茶菓子を買っていきたいと思います。やった、やったって何何さどうもこんにちは、お散歩をしております佐久市文化事業団のあの松尾芭蕉と言います。すいません、突然、はい、この春のおすすめというと何がおすすめでしょうか。あの手前どもの一番のおすすめはやはり薄田ということで、五稜郭、あと栗を使いました栗いっぱい、信州のあのくるみ、あの信州の代表のくるみを使いました、くるみ棒と、あと今あの佐久のこちら佐久の地元で採れましたプルーンを使って、プルーンの佐久チョコレートの中に
はい、麺棒は僕もよく食べるんですけど美味しいですよ、はい、じゃあ皆さん遠くからもお買い求めいただいております。はい、ああ来ました、買いましたね。はい、はい、じゃあ楽しみにしておいてくださいね。はい、ここですよ、ここ。もう臼田と言ったらこの若鳥、瀬川さんのむしりですね。はい、はい、もう楽しみ。楽しみです。ではご相伴に預かりたいと思います。よいしょ。ではでは失礼いたします。こんにちは。ではこんにちは。はい、すいません。はい、はい、来てください。はい、すいません。はい、ここがお店の中です。はい、はい、はい、2人はむしりって食べたことある？あ、はい、ないと。ここですから。皮はパリッと、肉はジューシー。ということで、もう臼田というよりも佐久の名物ですよね。はい、佐久の名物です。はい、はい、ご主人の方で。はい、はい、どうも。はい、いらっしゃいませ。はい、どのくらいになるんですか？昭和34年からですから、約60年になります。うわ、おー、はいはい、すごいですよ、本当に。食べてみたらもう何も喋るよりも食べた方がいいです。はい、はい、ぜひ一つお願いいたします。はい、はい、どうも。はい、じゃあいよいよむしりさんの登場です。はい。はい。パパパパー、はい、パパでどうぞ、はい。はい。お待ちどうさまでーす。おおすごい。これがむしりという。はい。はい、これがもうあの佐久の名物臼田のご当地グルメですよ。はい、めちゃめちゃ美味しいですから。はい、本当に食べてみてください。はい、食べたい。一応ナイフォークは用意してあるけどね、はい、むしりっていうように手で豪快に蒸して食べてもらうということで、うん、それでむしりというインパクトのある名前ですよね。蒸しちゃってください。はい、どこでもいいですよ。これね、ちょうどここのところに関節があるわけね。だからこれを逆に、まあ、うん、こういうふうに逆にしてもらうとここの関節がポンと外れるから、はい、そうすると手羽とももと分かれちゃいますからね、はい、それで豪快に蒸して食べてみてください。はい、はい、ああ、痛い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 、もっと力いっぱい、はい、力いっぱいギュッと、そうするとこのところに肉汁が出てきます。うわーすごい、はい、うわうまそう、はい、かじってパクッと、それで、はい、はい、パクッといっちゃってください。はい、口元アップお願いします。はい、いただきます。あ、すごい。さきちゃんももらったら。どうぞどうぞ。はい、あ、ありがとうございます。いただきます。はい、では口元のアップをお願いします。はい、すいません。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、どうも。感想は？美味しいです。はい、美味しい。お肉の味がする。お肉。全部食べちゃってください。うん、ね。どうでした？初めて食べた感想は？はい、すっごい外側のパリってところが大好きで、もうすっごいあのカリカリしてるもの大好きなんで、すっごい美味しかったです。なるほど。はい。はい、なんかもう食べる、噛んだだけで肉汁がジュワーってなってて。もうすごい柔らかくて美味しかったです。はい、二人ともあの何本ぐらいいけますか？ああ、今だったら三本。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 はい。はい。はい。ありがとう。はい、ありがとうね。はい、どうもありがとう。はい。考えたくなるほど美味しいということで、はい。ね、ぜひ今後ね。あの気に入ったらまた来てください。はい。はい、いやあ美味しかったですね。お、二人とも鳥になってる。なはずはないか。じゃあ行きましょうかね。はい、今度は稲荷山の方に行きたいと思います。はいはい、さて水きれいだね。ね。入りたい。入るにはちょっとまだ寒いと思うんだけどもね。はい。お、見えてきましたね。浅間山が、ほら今日はとっても綺麗。電線も何もないから、ほら本当にね。浅間奥も、頭だあれは。ということで、綺麗な浅間山も見られたということで、では。稲荷神社の方に行きましょう。はい、回れ右。はい。
ここ稲荷神社ですけどもね、あのここではですね、東信地方で一番大きな規模なんですかね、小満祭という祭りを毎年やってるんですけど、その神社なんですね。はい、じゃあちょっと、まあ、登ってみましょうか、ね、はい。ねえ、きついね、うん、でも本当に整備されてるこのね、参道といい、この、鳥居といい、どうしてこんなに鳥居がいっぱいあるんでしょうか。はい、はい、これはね、あの、もう出て、稲荷をもう出て、ね、願いが叶った、通ったっていうことで鳥居を寄付した、寄贈したっていう、これ江戸時代から始まった習わしなんですね。じゃあみんな寄付したらいい、ね、そうですよ、よいしょ、はい、きつあ、もうあのほとんどあの、はいはいはい、限界灘ですもう限界灘、はい、あ、あ、うわ、しんど、初級しいやいやいや、景色はめちゃめちゃいいんですけどもね、ちょっと山登りにはきつかったですね、はい、もう全然平気でしょ、全然、はい、若いので、もう見渡す限り、これ千曲川ですよね、はい、綺麗な、はい、いい流れで、あそこがさっき言った佐久病院、ね、はい、いやー風強っさあコスモタワーが見えてきました、はい、これ登れるんですよ、ちっちゃい頃よく行きました、あ、そう、高さ35メートルぐらいだね、到着、今日の一応ゴールです、はい、コスモタワーですよね、信州サンセット百選の一つにノミネートされてるんですよ、綺麗に塗り替えられたんでね、最近、うん、だから遠くからでもよく目立ちますよね、はい、ということでちょっとあのさっき玉屋で買ったお茶菓子でも食べながら感想を聞きたいと思います。お天気良かったから本当気持ちよかったね、って言いながらここで食べましょうかね、はい、食べながらお話をいろいろとしましょう、はい、ね、はい、でちょうどよいしょ買ったね、ということでインターチェンジから臼田の、はい、マーチの仲間を会って、はい、感想を聞かせてください、はい、どうでした、なんか全然行ったことないところがほとんどで、すごい楽しかったです。なんかもう初めて見る鎌倉鳥とかも全然知らなかったけど、すごいところに行きました。また行きたいです。あと鳥あ、虫ね、あ、びっくりした、鳥は食べる虫すっごい美味しかったんで、絶対また行きます、はい、じゃあ、さきちゃんの方はどうでした、はい、お散歩なんてすごい久しぶりにしたので、楽しかったです。なんかやっぱりさっきりなちゃんが言ったように、私も知らないところいっぱいあったので、また今度どっか一人でとか行ってみたいと思います、はい、ということでね、ジージーも本当に楽しかったですもう孫連れて散歩してるような感じなんですけども、結構ね、本当にあの、こう薄田地区なんですけども、行ってないところとかね、知らないところもまだまだたくさんあるんでね、本当にこういう機会で散歩ができれば、ブラブラ散歩しながら美味しいものを食べつつ、いろんなお話ができるといいなと思いました、はい、ということでね、今日は一日、はい、ありがとうございました。ではまた次回ということで、さようなら、さようなら。